こんにちは、サラです。今回はですね、メイク初心者の学生さんに特におすすめなキャンメイクとセザンヌ縛りの絶対買った方がいいコスメを紹介していきたいと思います。はい。でプチプラコスメってなんか結構ね、いろんな種類があるんですけど、その中でもキャンメイクとセザンヌって比較的ね、どこのドラッグストアとかに行っても置いてる確率が高いので、そして安いので、この2つのブランド縛りで紹介していきたいと思います。じゃあ早速、今すっぴんの状態なのでメイクしていきながら紹介していきます。はい。まずこちら、これ使ってる人ね、もうめちゃくちゃ多いと思うんですけど、セザンヌ皮脂テカリ防止下地の、保湿タイプです。これは皮脂テカリ防止下地の中でも一番最近出たタイプのものなんですけど、今までのものに比べて結構ね、カバー力が下地なんですけど高いっていうのと、あとどうしても皮脂テカリ防止下地ってめっちゃオイリーな肌以外の人が使うと乾燥しやすかったりするんですけど、こちらは崩れにくくもしてくれるし、カバー力もあるし、でも保湿もしてくれるしっていう、かなり安いんですけど高機能な下地です。結構ねオレンジ味が強いので、肌の色が白めな方は今までピンクのね、定番のピンクの皮脂テカリ防止下地かライトブルーをおすすめします。で結構肌質って人それぞれで、敏感肌の方とかめっちゃ乾燥しちゃうとか、めっちゃオイリーですって人もいらっしゃると思うので、こういう時は、無理してキャンメイクセザンヌとかそのプチプラのものを使うよりかは、敏感肌向けのちょっとお値段するんですけど、そういうのを使った方がお肌のためにも良いです。はい。そしたら次、コンシーラーですね。キャンメイクのカラーミキシングコンシーラー01です。ここに鏡と、あと色を混ぜるスペースがついてるので、単色使いでも色を混ぜても好きなように使えるコンシーラーです。これで目の下のクマとか気になる部分をカバーしていきます。今こっちのクマだけ隠したんですけど、すごくない？固形タイプのコンシーラーで密着力があるので、すごく綺麗にクマをカバーしてくれます。カメラ越しに見るとこの違いが激しい。やっぱね、コンシーラー大事ですね。ファンデーションでがっつりカバーするより、こういうコンシーラーでポイントでカバーして、ファンデーションは薄くのせる方が綺麗に仕上がるし、のせてるものがね少ない分崩れにくいですね。はい。そしたら次、ファンデーションなんですけど、今回2パターン用意しました。こちらです。セザンヌの UV シルクカバーパウダー02、こちら SPF50PA4+ と、キャンメイククリーミーファンデーションスティック03。こちらキャンメイクの方が SPF50+PA4+ です。で両方とも石鹸落ちタイプ。はい。そしたらこっち側にセザンヌ、こっち側にキャンメイクで半分ずつ塗っていきます。まずセザンヌの方から。はい。鏡付き、パフ付きなのでお直しにも最適です。で結構カバー力があって、こんだけコンパクトなのにカバー力もあるという、めちゃくちゃ使いやすいパウダーです。そしたらこっち側にキャンメイクのスティックファンデを塗っていきます。こちらね、すごい滑らかな感じで、スティックタイプなんだけど、そんなテカテカせずセミマットな仕上がりになります。直接ね顔にのせてもいいし、指で取って気になるところに重ねても使えます。
とにかくね楽ですよね。これは旅行の時とか出先でメイクする時にもめちゃくちゃ便利です。はい、両方塗ってみました。サラッとした仕上がりが好きな人はこっちのセザンヌで、ちょっと乾燥しやすいかもって人はこちらのキャンメイクの方がおすすめです。はい、そしたら次、セザンヌブラシ付きアイブロウ繰り出し02オリーブブラウンを使っていきます。こちらは楕円形のペンシルとブラシがセットになった商品です。で、ウォータープルーフで汗と皮脂に強い。はい、では描いていきます。でもっとね細いタイプのペンシルもあるんですけど、やっぱこのぐらいの細すぎず太すぎず楕円形のものが一番描きやすいですね。細すぎると描くのに時間がかかっちゃうので、逆に眉毛がいっぱい生えてて描くところがないよって方はもっと細いタイプか、もうアイブロウは描かずに眉マスカラだけでいいと思います。私は結構眉毛薄いタイプなので楕円形のペンシルが好きですね。はい、これで眉毛完成です。オリーブブラウンって書いてあるから緑っぽさが強いのかなと思うんですけど、普通に誰でも使いやすいブラウンです。はい、そしたら次こちらキャンメイクカラーチェンジアイブロウ03眉マスカラですね。なんかね、これリニューアルしてブラシが使いやすくなったみたいです。で、この03が本当に誰にでも似合ういい感じのブラウンなので、とりあえずこれを買っておけば間違いないと思う。黒髪の人もこのブラウンを使った方が垢抜け感が出ます。なんか私もね、学生の時黒髪だったからわかるんだけど、黒髪の状態で黒いアイブロウペンシルと眉マスカラを使うとなんかすごいね芋っぽいっていうか、なんだろうみたいな感じの仕上がりになるので、黒髪の方もちょっと勇気を出してブラウンを使ってみてほしい。はい、そして次アイシャドウですね。キャンメイクのシルキースフレアイズ01番のキャンメイクのこのねシルキースフレアイズが、これね発売された時ほんと衝撃的でしたね。この使いやすさでこの値段みたいな。で01、02、03番あるんですけど、どれが似合うかわからないって人はとりあえずこの01番がいいと思います。ちなみに個人的に好きなのは02番、ちょっとピンクっぽいやつですね。でも今回は01を使います。こことここの色の差はねあんまりないので、まあ、これはお好みでいいかなと思います。今回はこの3色を使います。これで上まぶた完成です。で次下まぶた一番濃いのを取って、適当にぼかします。はい、そして最後この明るい色を取って涙袋に入れて完成です。簡単。反対も同じように塗っていきます。結構ね、指で明るい色は適当に塗っちゃっても全然綺麗です。そしたら次アイライナーです。キャンメイクラスティングリキッドライナー03を使います。ブラウンですね。結構ね薄めのブラウンなんだけど、このね薄さゆえに結構適当に描いてもアラが目立ちにくいっていうか、黒だとこの歪んだラインがはっきりね分かっちゃうんだけど、この薄いブラウンだったら抜け感も出るし、適当に引いてもなんか綺麗に見えるんですよ。
こんな感じで、まつげの間を埋めるときはこう立てて塗るんじゃなくて横に、真横にして塗ると塗りやすいです。そしたら次マスカラ、こちらキャンメイククイックラッシュカーラーセパレート02ブラックです。もうこれ本当に使いやすい。あのクイックラッシュカーラーっていうすごいまつげをキープしてくれるマスカラ下地が出たんですけど、それのマスカラバージョンのさらにセパレートバージョンとして最近出たやつです。もう歯間ブラシみたいなすっごい細いブラシなので、もうマスカラ慣れてない人でも簡単に塗れます。カールキープ力もバッチリで、下まつげも塗りやすいです。これ本当はブラシがねまっすぐなんだけど、自分で勝手にこう折り曲げて使ってます。折り曲げるとこう角度がつくので、この目頭のところとかね塗りやすい。こんな感じ、こっちが塗ってない方でこっちが塗ってる方。はい、で次チークですね。キャンメイクグロウフルールチークス E の11番です。でこの色が本当に素晴らしくて、素晴らしいんですよ。私がね学生だった時はもっとこうショッキングピンクみたいな、オレンジみたいな色しかなかったんですけど、この新色が、新色っつってもちょっと前なんだけど、このカラーがすごく上品で肌なじみがいいのでめっちゃおすすめです。でグロウフルールチークス E ってついてるやつがさらにツヤ感がアップしてリニューアルしたバージョンなんですよ。なのでツヤ感も程よくあるし、色が可愛いし、ブラシも使いやすいのでおすすめです。はい、そして最後リップですね。キャンメイクメルティルミナスルージュティントタイプ T02 番、こちらです。さっきのチークにちょっと色近いですね。で初めてねメイクするときってなんかリップ塗るのすごいなんか恥ずかしいっていうか、すごいケバくなるんじゃないかとか、ちょっとうわあいつメイクし始めたんだって思われるのもすごい嫌じゃないですか。なんか今となっては別にもう慣れすぎてて全然なんとも思わないんですけど、なんか最初初めて化粧した時はそういう気持ちがねあったんですよ。でもこちらはすごい肌なじみのいいベージュなので、でしかもティント、はい、どうでしょう。血色感は程よく与えつつも悪目立ちせず保湿もしてくれる、しかもティント、しかもコンパクトっていう、これでメイク完成です。はい、いつも通りの前髪にしてきました。どうでしょうか。で今回ね、あえてシェーディングとハイライトを使用していないんですけども、それでもねすごく綺麗に仕上がってると思います。でこのメイク全然就活でも何でもいけますので、ぜひ気になったらチェックしてみてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。